違和感ない上手。嘘、嬉しい嬉しい。そうなんです。そう、兄貴がねおらんけん。そうそうなのよ。美容室もねちょっと行けてない実は。お疲れ、ありがとう。アジサイもありがとう。ハートもありがとう。あ、ちょっと後でタワーのお礼させていただこう。ちょっとね昨日いただいたのがちょっとできてなくって。そうなのよ、ごめんね、家に帰れてないんだ。生誕祭の日のごめんね。ここに置いとこう。はい、ありがとうございます。今日はねそうロケずっと行ってました。ちょっとちょっとね体がバキバキです。ありがとう。あ、ありがとう。諸事情ですか？諸事情です。そうなんです。かわいい、ありがとう。あ、洗濯物も部屋干し、ありがとう。激しかったか？いや、激しくはないですけど、ドッって感じ。ドッと。そうなの。ね、なんかね、ツイッターがね、定期的になんかバグが起きるの、私のツイッター。なんかわかんないんだけど。でね、ハッシュタグマイキューメールがね、昼ぐらいからずっと調べられなくってね、いつもハッシュタグマイキューメールでメールの返信をね、見てるんですよ。みんな書いてくれてるのを。で、なのに今日全然見れてないから後で見るね。そう、治ったら多分見れる。なんかね、検索がうまくいかなくってね、今日検索がバグが起きてるんだ。見てるんだ、見てるよ。よかったら、ハッシュタグ、マイが漢字で、Q がローマ字の、大文字のやつで、メールがカタカナで、そう、ハッシュタグつけてツイートしてくれたら、見てます。なので、みんな一緒？みんなバグ起きてんの？なんかそう、ツイッターたまに検索ができんくなるよね。そうなの。なのでちょっと、今日はね、全然見れてなくって。私もバグってる。え、みんなバグってるの？キュンメールだと思ってた。いや、そうなんよ。メールのね、メールを多分取ってくださってる方は分かると思うんですけど、メールのタイトルが、キュンメールっていうメールでやらせてもらってて、で、ハッシュタグマイキュンメールで募集してるの、すごい、もうややこしいことしてしまって申し訳ないんですけど、お花ありがとうございます。でもなんかその、これややこしいなって結構前から思っていて、でもなんか直す機会もなくって、ちょっとこのまんまなんですよ。すみませんね。ごめんなさいね。いいね消されるの？そうなの？いいね外れちゃうのかな？キュンメールです。いや、ハッシュタグマイキューメールはもう変えたくないのでこのままいきます。めっちゃ可愛い、ありがとう。キュンメールはね、なんかめっちゃ前にもう加入した当時にメールのタイトル決めようって思った時に、その時に磯貝さん、磯貝かのんさんが私のことをなんかキュンちゃんって呼んでくれてて、そのキュンが気に入ってキュンメールにしたんですよ。それももうずっとそのままもう
加入当時からずーっと続けてるので、あんま直したくなくて、そこもそれもそのままでいこうかなって思ってます。そうなんで、ちょっとややこしいんだけどね、はい、ハッシュタグマイキューメール、新しいねタグ作ろうかと思ったよ、ちょっと私の検索タグみたいな、やけどね結局ね、ありがとうございます。理由、そうなんです、そうなんです、実はキュンちゃん、キュンメールで馴染んでます、ありがとうございます、キュンです。エゴサっていうか、これはあれですね、みんなが私に向けて書いてくれてるので、そう見てますね、ありがとう。タイトルのカッコも昔から、そう私カッコキュンメールで送ってるんですよ、特別なんかあのタイトルがあるわけじゃないんですよ、メールに。なんでタイトルなしの時はカッコキュンメールで送ってて、タイトルある時まあ、まるまるカッコキュンメールってつけて、でもタイトルほぼない、すいませんね、ありがとうございます。タイトルあるときは多分つき始めぐらいしかないタイトルね、うん、ありがとう。文章面白くて好き？全然面白くないよ面白い文章あんま書けんけど、なんかね漢字だからめっちゃ打ち間違えよくする、誤字がねよくあるので、多分難読、読み解かないといけん、たまにうーんってなる。なんか変換でね、なんか勝手に違うのに変換されたりするんだよ、そのまま送っちゃって気づかずに、うん、あれーって、ありがとうございます。5時もいいって、あれやった、あーと、なんで5時するか、めっちゃ急いでフリックめっちゃ早いの、いやそんなに早くないかも早いとか言ってきながら鬼のようなフリックで寝るってるからすごい、もう文字をね、シュパパパパパパパってやってるから、ツイッターを確認する、なんかツイッターは写真と文章を一回家族 LINE に送るんですよ、スクショして検閲、あの家族の検閲を受けてからの投稿をしますね、もうしない時もあるけど全然、なんか
文章を検閲するしてもらう。メールは検閲の人がいるからね。メールはあの内容検閲してくださる方がいらっしゃるんですよ。まあ誤字はちょっと検閲してもらえないんですけど、内容の検閲はしてもらってるんですよ。でツイッターに関しては自分から誰かに確認を取らないと検閲してもらってなくって、なんでそれもちょっと怖くて、そうなんかなんて言うんだろう、そう慎重に。直されたりするか家族に。でもなんかあんまりないけど、たまになんかこの文章はいらないんじゃないとかあとはこの言葉よりもこっちの言葉の方が伝わるんじゃない的なとかのはなんか家族内でたまにあるけど検索してもらったりするときある。いや怖い、一人じゃ。猫の絵文字普段からよく使うか。使わないですね。私基本絵文字使わなくて、 LINE とかも、スタンプは使うけど、使わんよ。ニコとかも全然一個も使わん。びっくりマークめっちゃ使う。びっくりマークで自分の感情を表すとスタンプ。もう家族とかに絵文字つけんのよね。もう猫は気に入ってる。いい、ありがとうございます。びっくりマークってさ、感情がめっちゃ伝わるんよ。なんか本当にびっくりマークをつければつけるほど勢いがもうなんかテンションも高くなるし、勢いもつくし、なんかあこの人今こういうもううわーみたいな気持ちなんだなって伝わる伝わるくない？確かに圧倒的な勢い、わかる、それだ。すごいみんなの今の勢い。W 使うか。 W 使わんね基本。カッコわら、そこはメールと一緒の。別にメールでわらつけるときは、あ、カッコつけんときもあるか。わら使う、わら、笑う感じ一文字。わらた、わらた、わらた、わらたピッポー。草？草は生やしません。生やしません。お姉ちゃんが、あの、お姉ちゃんも使わんけど、お姉ちゃんは口頭で言う、〇〇で草って。お姉ちゃんがたまに言う、それくらいしか聞かんな。ありがとうございます。口頭でしかも言う、口じゃなくて。お母さんは、お母さんは言わん。お母さんはあれって言う、なんとかするんごねこれ言ったらお母さんに怒られそうでもね、これ私が家で〇〇するんごねって言ったら、うちのお母さんもなんか〇〇するんごねって言い始めて、なんか言葉が映って
なんとかやるんごねーとかって、食べるんごねーとかって言ったら、うちのお母さんも言い始めたんですよ。そうなんで、お母さんの口癖は、んご。お風呂入るんごねーみたいな。かわいい、かわいいでしょ。え、ちょっと待って、びっくりした。え、違う違う違う、打ち亀打ち亀。びっくりした、そんなドッキリ映像見て。え、見たら、見てないよ。え、さっき送ったよ。え、ちょっと今ショールーム、いや言ったじゃん。ちょちょ、いやいや話よって、そんなこんな早くにコントもやった。おきっぽが来ました。何も言ってないってことじゃん。言ってないよ、全然今話しよった。ショールーム、何はするか言った方がいいけど、今日は今日はあのダンス、ダンスしてダンスして歌う、歌ってダンスする。え、ちょっとその前にさ、めっちゃ一瞬さ、タワーのお礼させてもらってもいい？何時からやるの？11時から。今何時？58分。嘘、やばい。ショールーム見てみよう。で、ちょっとさせていただきます。おきっぽー、ちょっとごめんね、ちょっとさっとさせてもらってもいいですか？幽霊がいる部屋に。やめてください。じゃん、すがやんさん、ありがとうございます。これあの生誕祭の日にいただいたので、生誕祭のあの曲を全部絵描きました。すがやんさん、ありがとうございます。続きまして、りょうちゃんさん、暗闇、これ M2、 暗闇。りょうちゃんさん、ありがとう、あ、ありがとう、コメント。すがやんさん、りょうちゃんさん、ありがとうございます。続きまして、ヒッキーさん、あ、ちょっと、ヒッキーさん、ありがとうございます。あ、素敵なスピーチ感動しました、まいちゃんのファンになれて幸せです。ありがとう、りょうちゃんさん。そしてヒッキーさん、アート大好き、アート。僕はこの海を眺めている。え、もう始めたの？もうダメだ、別に。どうぞ。でん、ミッキーさん、これ桜が舞い散ってます。 M4、 桜舞い散る、僕らの春夏秋冬。続きまして、ミューラッチさん、夏の月はご用心、ありがとう。始めるね。はい、ありがとう、ありがとう。これベレーかぶってる。続きまして、ドラガンさん、ありがとう。これなんだ、そして人は無力と思い知る、これ無力ポーズ。え、待って、私今あの、あれで映ったん？え、ちょっとめっちゃ恥ずかしいんだけど。やめてよ。撮影だったらめっちゃなんかテレビ台とか映るけど、なんかラブだよ、改めてお誕生日、ありがとう、お誕生日本当ありがとう。続きまして、マグアラオンさん、これは手話、じゃあね、じゃあね、終わりかもね、手話いいタイミング I'm sure。 生誕祭おめでとう、ありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、マクアラモス。続きまして、東京のスワンさん、ポニーテールをほどいた君を見た。だいぶ引きで映ってない？大丈夫それ？え、だって、あ、そこが映ってるけんか、そのさ、それのけてよ、その、え、だってさ、したらこっちよ。
違う違う違う、これ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 を移動させる、そんな箱、そんなバナナ、まいちゃんが普通にここら辺に来たらいいんやない。そしたら何もないよ、こっちだったら。ちょっと違うんよ、充電器使っとんよ。なるほど、うん、ありがとう。何がしたいのとか。ありがとう、ありがとう東京の人。ちょっと私あっち行くね。ちょっとごめんね、タワーのお礼だけさせて。よいしょ、続きましてドン、パフィンさん、これは一杯の水。ありがとう、おめでとう、いい一年にしますよね、いい一年にします。飲み干す、一杯の水、ありがとう。続きましてウッシーさん、じゃん。ちなみに MQ はですね、あの瀬戸内の妹が一杯の水なんですよ。なのでこれはあのどっちも MQ です。あのランダムです、日替わり。防波堤の時の笑顔が可愛すぎ、あめっちゃ嬉しかったよ、コールでね。そう、ウッシーさんありがとう。続きましてきなぺこさん、これは一瞬のスリル、ハートしたいのところです。きなぺこさんありがとうございます。あ、感知式のが消えた。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。続きましてくまねパパさん、あくまねパパさん、原点、ありがとう、良き1年に。これ原点これ原点です。ありがとう、いい1年にしましょう。続きまして、今良くなったんかな、どうですか。やっぱそうだ、なんか絶対あっちに幽霊がいるんです。だって私昨日ここからあっちを見てて、あっちなんか誰かがこう通ったらこう電気が感知して、あなんかつく電気があるんですよ。でその電気が、私こっちでずっとこうやって見てるのに電気がバッて勝手につくんよね。さそれがめっちゃ怖すぎてさ、電話がめっちゃ怖かった、本当にもう泣きそうでさ、うん、でそうそう、感知式のなんか電気みたいなあるじゃないですか。そうそう、それこれ今ついてるのがこれってこと。え、今消えた。え、感知式って玄関よね。え、そうよ、台所はね、勝手にあなたがつけたってこと。つけてないよ。あ、これ今つけたのがそういうこと。あ、多分それで明るいんだと思う今。あ、なるほどね。確かに現在進行形で明るいかもしれない。まあ、いやそれ私が今言っとったけん。あ、今言っとったけん。そうそうそう、なんかそう長いんよ、長いんだけど、まあ、いつか切れるってことか、これ。そう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 、そうなんや。ちょっと最後にもうちょ、ごめんね、ちょっとうるさいかもしれん、うん、今いいして。え、そうだね、いい。そう、ごめんね、これ映ってなかった。高則さんありがとうございます。じゃあ、まいちゃんのタワーの礼が終わったら踊るらしいです。え、踊るんよね。踊るっていうか、歌うっていうか。あ、歌うの、どっちも生誕おめでとう、祝素敵な一年になりますように。ありがとう、高則さん。これは船から降りた僕たちは、うん、高則さんありがとうございます。来たら踊りましょう。私はもう踊る気なく来たのよね。続きまして、ニコちゃんマーク、これはアンコールの1曲目、サングラスデイズです。何歌うか決めてるの。いや、決めてないですね。ニコちゃんマーク、ね、ありがとう。どちらの曲かな。でもちょっと私今ずっと星座だから痛いんだよ。おめでとう、楽しかったです。ありがとう、ありがとう、私も楽しかったです。よいしょ。続きまして、シュンさん、星座にしたらこれなんだ、ヘタレたちよ。
つもありがとう、優しい、偉い。めっちゃ褒められた。ありがとう、しゅんさん、優しい、偉い、ありがとうございます。さっきまでね、優しい、偉い、いつも偉い。続きまして、サンライナーさん、これは、本編最後、本編最後じゃない、アンコール最後、マジラスト。ペダルと車輪と来た道と、サンライナーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あんたに出会えて幸せ、すごい、出会えての字が素敵、ありがとう、嬉しい、嬉しい、運命っすね。続きまして、もっくんさん、あ、これは最近本編の最後のやってるんです、息をする心、早く来すぎたかもしれない、あとね、ちょっと、 ありがとう、吸って吐いて、もっくんさん、ありがとうございます。24歳もがっつりアイドル頑張って、頑張りますよ、見ててくださいね。続きまして、じゃん、トヨタンさん、まあちょっとね、これね、終わったんですよ、曲が。なんでこのうさぎの私で、ありがとうございます。え、軽トリよ、多分、あ、奥ってこと、うんうん、このキッチンは違うんだ、不思議な、ありがとう、ジャンプ曲げてる、ピヨーン、トヨタン、トヨタンさん、ありがとうございます。ラスト、浅香さん、これあの日替わりユニットです。あの日から僕は変わった、浅香さん、ありがとうございます。紛れたい、紛れたい、僕の存在なんか跡形なく消してしまいたいんだ。ありがとうございます、うん、日陰に逃げ込んだらの歌詞から取った。まだですか、まだです、兄貴はいないの、兄貴はいないですか、ありがとう、私のマイクがいます、ここには二人、どう、終わったよ、あ、ごめんごめん、なんか置くの、え、そこになんか立てかけれるかなって、うん、ここでいいか、すごいあれだね、あの何、その長いね、まだ長くなるよ、これ、でもなんかもうちょっとさ、下から撮った方が全身映りそうじゃない、え、そんなことない、いや、どうだろう、どっちでもいけそうだけど、分からん、ちょっと、よいしょ、何を歌いたいんだい、歌いたいっていうか踊りたいんだい、え、いろいろ、そうか、タカさん、いいの、え、うん、なんで、うん、何かなって、え、低いかな、分からん、そこにいっぱい本あるけど、それで取ってかけて、うん、これってさ、私がここで歌えばいいってこと？え？じゃあ私が、うん、そもそもこれを言い始めたのが、私が踊りたいんだよねって言ってて、うん、でもさ、カラオケをそのカラオケで歌いながら踊ることができんじゃん、うん、でさ、カラオケここで流してもさ、音が聞こえんけんさ、踊れんじゃん、えけん、うん、代わりに歌ってよって、あ、私がまいちゃんの方で歌えばいいってこと？え、だけ、あの交互に歌ったらいいかなと思って、はあ、はあ、どう思う？いいよ、じゃあそっちで歌った方がいいんかね、でもじゃあ聞きたいかな。ちょっと待って、おきちゃんのが思った以上に高くてね。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、低くしてくれよ、これ、確かに高い、おきちゃんがね、そうなんや、あんま映ってないかも、これがちょっと低くしようか、こんぐらいまで低くできるんですよ、まあ、でさ、こう、こ
こっちじゃなくてこうできる。あ、そう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 。私のさ固定が、あ、わかった。大活躍じゃん漫画。うわ倒れそう。私のちょっとダボダボ着てきたのあれだな。え、こかおちゃん、あ、そういうことか。まあいいか。おきちゃんのもうちょっと下げれる。おきちゃんの画面黄色いな。フィルターだけ変えてる。掃除機見っけって言われた。そこまで映ってんの？ちょっと。でもこれ、あれ？なんてこと？何何？こっちにしたらテレビ映ってる。でもね、ゴミ箱が映ってる。映ってないゴミ箱。うん、私が音は大丈夫かも。あね、そしたら多分見えんよ。全然ほら。本当だ。その多分角度が難しいね。こうか。ちょっと立ってみて。切れそうじゃない。ちょっと。やばいよ。なんか小人みたいな。いいんじゃない。でも。切れてない。テロップをねなくすわ。え、これテロップってどうやってなくしたの。え、ちょっとテロップ、あ、なるほどね。はい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 、 OK かも。じゃあこっちに刺したらいい。うん、どっちでもいいよ。じゃあ最初こっちにするわ。で、こっちの人はアカペラでアカペラになる。私のアカペラってこと。アカペラで私がただダンスすることになる。ここにさ、こうやっといたらいいんじゃない。聞こえないんじゃない。え、聞こえるでしょ、だってここから出るんじゃけん。でもそんな爆音で出る。え、音を上げればいいんじゃない。あ、痛い。これをさ、こうやってあげたいんじゃない。はい、どうありがとう。はい、どう。え、なになに、出とる。いや、まだ出してないよ。おう、あんな、ありがとうございます。BGM ぐらいしたいんじゃない。え、わからんけど、じゃあなんかあれ流してみて。わかった。あの48みたいな。おばあちゃん。あ、おばあちゃん多分めっちゃうるさいよ。おばあちゃん見たと。全然出てこない。オーバーチャーって、あのオーバーに、お、お、あ、そうそう、それオーバーに T-U-R-E T-U-R-E。 あ、これ歌えるんじゃね。私のダンスやばい。嘘、ダボダボ。え、そう、服ちょっとダボダボできてね、ん、ちょっとあれかね。え、どう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 、ちょっと聞こえんのこれ。あ、聞こえん、全然聞こえ、え、聞こえんのかな。ほら、聞こえとるよみんな。え、聞こえんこれ、ほら。でもさ、これ音ダメなのかな。どうどうどう、聞こえるなんて。え、でもこれバンサリンかな。え、されないんじゃない。え、ほんまに外からの音ってバンサリンかね。されんでしょ。ほんま？だって同じ音じゃないの。いや、そうじゃけど。これで聞こえるんじゃないですかね。ポテートのならありそうだね。
よし、何が歌いたいんだい。ショールームの音源だしね。はい、あ、みんなからのリクエストでもいいかも。 STU の曲、はい、あ、でもショールームにある曲じゃないといけませんけど。ここに今流して2人分で見てる。おお、今どってやつですね。え、ここ聞こえとんかな。でもこれ歌えるんかな。聞こえる聞こえるし歌うんかな。俺一人分抜けてる。ちょっとあの家に帰ってなくて、もうちょっと待っていただけたら嬉しいです。ごめんね、昨日いただいた分はあのできてないです。ごめんね。覚えてます、ありがとうございます。はい、息をする心あるよ。自分のポジションでさせていただきます。え、はい、どうしよう、ミックス。そう、もう何でもいいや。はい、どうぞ。いけるかな。息をする心、頑張りますね。多分聞こえるはずなんだけど。起きちゃうの、耳がわーってならんの。いや、つけれんのよね、そもそも。つけれるかな。じゃあいきますねシュールなんだけど。それな、聞こえる。ちゃ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 息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てた。チャラララ、めっちゃ隠してるよ私の。チャララララ、チャララララ、チャンチャチャ。君と巡り合って、僕は楽になった。普通に息を吸って、普通に吐いている。ちゃんちゃん君を好きになって、肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。ごめんごめん。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。じゃんじゃんじゃ、星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて、息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になれば、もう一度生まれ変われる。じゃん。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。チャララチャチャン、チャララチャララチャチャチャン。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。ちゃんちゃん、君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ、チャ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 
生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで、じゃらじゃららっちゃちゃん、じゃらららじゃらららっちゃん、好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って、普通に吐いている、ちゃんちゃん君を好きになって、肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ好きだ、声に出してみる、君が君が好きだ。じゃ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 ん。ドゥルルルルン。どう？シュールなんだけど、みんなにどう聞こえとるかわからん。わからん。こっちで音楽鳴っとるけど、そっちはどうなんやろ。聞こえとる？こっから。え、聞こえてない。あ、嘘。結構マックス。あ、全然もっとマックスにいけるわ。アカペラがいいですだって。嘘。音楽聞こえないらしい。こんなに頑張って近づけたんだに、うん、多分聞こえんの。そうなんかな。でもこっちが曲で聞こえとるけど、曲っていうか あの声が、あ、そう、うん、なしでいいよって。なるほどね、分かった。ここら辺に置いとくわ。でも一応まいちゃんにね、じゃあ聞こえるようにしとこう。うん、いいよつけて。そうなの、分かるの、うん、いや分からんけん大丈夫、その歌ってくれたら。あ、本当。そうそうそう、暑かった。え、本気踊りやね。もう一回楽曲選択する。思い出してよかった。うん。思い出せる声にしよう。うん。風を待つ。片思いの入り口。うん。気にならない孤独。暗闇。後悔なんかあるわけない。サングラスデイズ。好きになっただけで幸せだ。うんうん。瀬戸内の妹。瀬戸内の声。そして人は無力と思い知る。歌えるん？歌えはせんかもしれん。そして僕は僕じゃなくなる、うん、大好きな人、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。夏の好きはご用心。これ踊れんねん。でも花は誰のもの、独り言で語るくらいなら二人たちよ。ペダルと車輪と来た道と、僕はこの海を眺めてる。無謀な夢は覚めることがない。夢を枯らすの中に誰？思い出してよかった。でも何でも思い出してよかった？あるよ。あ、間違えた、これ。よし。うわ、思い出してよかったか。思い出せる？思い出せるよ。思い出せるかな。あの、チッチッチとかある？あ、ないか。多分私の方で、待って、行くわ。待って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 、これあのいきなりパターンじゃん。もう一回いくね、うん、ちょっと待って、私が自分でチッチ言わんといけんタイプか。これこれ、こうやってインしたら足長に見えるかな。やめた方がいいと思うよ。あ、まいちゃん、ちょっとチッチでいくよ、うん、いくね、はい、ちょっと待ってね、これ怖いわ。合うか分からん。チッち、大丈夫、ね、何クリックしたらいい？あ、なんか最初のもう歌ちょっと歌ってくれたら多分いける。わかった。チチチチチチャンチャンチャララン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 チャ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 、君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない、きっと昔から
聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。ザートのその中で見失う花がある。通り過ぎる人の群れはあの日見てた夢を捨ててどこへ急ぐのかな。ちゃ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 思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ。もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流さちゃ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 気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ。じゃんじゃん打ち上げた五尺玉消えるたび真っ暗でそばの誰かさえも見えず僕は揺れる影のようで孤独だと思った。ちゃ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 思い出した希望はちゃんちゃんちゃん遥かあの街の風の匂い海を見つめ語り合った未来青春時代の友は元気だろう。ちゃ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 1,2,3 はい、チャ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 ンチャ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 ンチャンチャ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 思おうとしたよ出会って僕は今だって変わってない。ちゃん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 思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ。ちゃんちゃんちゃんもしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されて。ちゃん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 すごいぴったりですね。めっちゃすごいよね。ありがとうだって感謝されてる。これ難しいやつやってみようや。何難しいやつって。アカペラで踊れるのって難しそうなやつ。何なんかあるかな。なんかあるって
難しいやつ風を待つ難しくないか風を待つ難しくないか別にどうやろうやってみようよコンテンポラリーって難しそうじゃん、絶対むずい待ってダメダメダメむずいって今思ったえ難しそうなのやってみようよなんやろえこの風を待つか何コンテンポラリーはじゃあ思い出せる恋しようか、うん、風を待つか無謀は簡単だと思うそうや無謀は簡単じゃね多分 むずいと思う独り言はぁ、独り言独り言ちょんちょらちょちょちょんちょらちょ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 独り言ってさ、フルサイズやったことある全然今あ、でもあれはね両手振りはやったことない気がする両手振りでやってみたら両手振りでこそ独り言ですからねマイクじゃないちょっと待って待って待って思い出してえはい、ありがとうございますこれ私の声どういう風に聞こえとんじゃろうねえ、普通にいい感じに聞こえとるよそうなのうんそうなんかねアカペラ汗かいてる汗かいてるちょっとクーラーつけたいぐらいつけていいんじゃないちょっと待って独り言やってみませんえ、ガチうん私も頑張るわあ、そんなところまで私ちょっと踊れんかもしれないよ両手振り、マイクでもいい両手振りは踊れんかもしれない片手両手ちょっと待ってハンドでもいいよこれじゃないちょ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 あのタララタタタララタララタ誰が耳を傾けるんだあそこねじゃんルル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 じゃん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 でもこっちよね最初のハンコは最初のハンコはえ違う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 もやもやするえ こっち行ったっけ行ってないこっちで終わるんよってことはこっちか最初のハンコは最初のハンコは左こっち向けえやばい全然思い出せなくなってきた最初のハンコはあじゃんでれれ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 れそれ自分のポジションなのにあんまやらないからねちょっと2番がねできるか微妙です怖いやってみる振り起こし配信ちょっと待っていやちょっと頑張るね両手いや両手いや片手じゃなくて両手でもこことか両手の方がいいよね何それこれえそう自分覚えちゃうかなやってみるわ分かったじゃあ頑張るわちょっといきます独り言で語るくらいむずくない音じゃんじゃらんじゃんじゃんじゃらんじゃ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 らんじゃ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 んいつもとは違う反対のホームからガラガラの電車に衝動的に乗ったちゃんちゃんどこへ向かうのか行き先は知らないちゃん今日は人混みでちー足を踏まれたくないちゃちゃちゃ街は遠ざかり窓の向こうには田園が広がるじゃん一人ごとで語るくらいならば黙ったまま何かしよう今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある心の中
答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ブツブツつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。やばかったから終着駅には僕以外いなかった。最初の反抗はチンさん気がすがすがしい。一人でいるのは心細いけど新しい世界だ。じゃあやじみるのは語ってるだけより意味あることだと思う。目をつむって憶測で語るな。自分自身で確かめてみろ。頬に濡れる風を感じながら深呼吸を一つする。現実に僕は立ち向かおう。その全てを受け入れて。幸せとか不幸せは想像じゃ見分けつかない。次のでうんごめん、さあ何時なのか忘れ物を思い出して。僕は何を今すべきかちゃんと松江帰ろうって思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある。ここまで来て気づいたんだ。じゃん。独り言で語るくらいならば黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなその目的地には夢に気づく者はいない。ブツブツつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。じゃん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 じゃ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 んじゃ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 らら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 。これは厳しいよ。これね、私も歌難しいわ。うん、独り言難しいよ。難しいね。何しようかやねこれ。熱っ。すごい床を滑る音が。そうなんや。ちょっと私ねメガネしてないけん歌詞がね。こう見えてない。すいませんね。できとったんかね。でも足の裏が足そう裸足でやってる。皮むけるで。足全然大丈夫。大丈夫なんかね。まいちゃんのファンの人たちずっと多分リマンドしてくれてるのかな。あ、そうなの。どうなんだろう。ずれてないんかな。でもアカペラだけでも全然ね多分かな、ね、ずれてないってなら良かったよ。ちちゃ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 ん。あ、でも庭の庭の捨てる人もいる。ならばよかったよ。どうする？なんかやる？じゃあ、うん、ヘタレでヘタレってコメントがあったからヘタレでヘタレたち誰たち、うん
ヘタレヘタレ。さあヘタレたちよ。ドゥドゥドゥン。よし。いい。いいよ。ガチモードですか。いや熱くて。にょん。はい。言います。それでは聞いてください。ヘタレたちよ。これ多分すぐ始まる気がする。シャンシャン。うん。ジャガジャガジャガが入れば大丈夫。いきます。シャンシャンジャカジャジャン。ボーンボーンボーン。さあヘタレたちよ、ジャジャジャン。頑張れ。ジャ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 ン。ジャ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 ンジャン。ジャ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 ンジャン。ジャン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 。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。向きになることない。辛くなってしまったら休めば、あ、休んだって問題ない。じゃ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 ん。人はいて。やばい。ジャギジャギする。じゃん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 。だらしない生き物。じゃんじゃんじゃん。だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに。いけ。じゃんじゃじゃん。ああ。へたれたちよ。ここらで一丁走ってみないか。何が何だかわからないまま本気出せ。じゃん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 。10秒だけやってみるか、hey! 何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。じゃ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 んじゃん。努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。ちゃん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 。歩幅が違えば、ちゃん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 。スピードもちろんね、フェニックスポーズね。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め。昔のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。ちゃ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 。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの頑張れ。ちゃ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 ん。お、そっち踊るのね。じゃん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 。はい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 。褒めてもらえない。じゃん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 。僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、行くぞ。じゃんじゃじゃん。ああヘタレたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからないまま本気出せ。じゃん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 。10秒だけやってみるか、hey! 何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。ちゃ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 んちゃん。じゃんじゃじゃんじゃん。僕はずっと下手だって言われてた。自分も下手だって思ってた。ここで一回ぐらい頑張ったって。ぶら回らないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手だってやるときはやるよ。じゃたんじゃん。バン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 
暑い。いいんじゃないですか。ぴったり。すごい汗かいて。ぴったりじゃないんですか。素晴らしいって、もう褒め称えられてるよ。すごい。熱気が。え、そう、湯気が出てる多分。暑いです今。暑いですね。そうなんです。まだまだいけるんじゃない。ぴったりって。ヒーターって言われた。暖かいもんすごい。ダボ服もっとなんかなんかきちっとした服。まあまあまあ、やっぱインした方がいい。変なおじさん感あるけど、この服ね好きなんだよね。いいね、楽でめっちゃいい。ダンス綺麗だって。やった。これすごいね。何？これどうすごい。いやすごかった。なんか人のこんなまじまじと見たことなかったっけ。これすごい。このステップね。これちょっとね面白いよね。若干。うん。ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん。何がいいかな。あといい、まだ時間ある？分からん。あるんじゃない？うん。49分だって。49。あと1曲ぐらい。うん。だね。何しろ。何でもいいや。なんかあるかい？踊る方が。いいよね。バウンドが。ずっちの。起きて踊る？え。ちょっと私アカペラでやったことないよ。結局いけるよって。結局。目力ないんだよな。ペダルだとか。ペダル？しんどいか。うん。ペダル。ああ、うん、いける。でもマイ片手マイクバージョンしか知らんかも。サビとか両手でやったことないよね。そう、両手で披露したことないな。あれかサングラスか。ああ、うん、サングラスでも、何でも いけるかも。そこら辺だったら何がいいんだい。誰好きとかも。笑顔のチャンス入ってたらね。そうなんや。誰好き？うん、誰好きはワンハーフしかできんかもしれない。そっか。ドゥドゥ。サングラス。サングラス？サングラスって声は多い。サングラスってあの。サングラスか。うん。いきます。片手バージョン。ちゃちゃちゃんちゃんちゃ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 んちゃちゃちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃ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 んちゃんちゃちゃちゃん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 ちゃ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 んちゃんちゃんちゃ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 んちゃんちゃんちゃ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 んちゃんちゃ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 学校の制服はコンサーバティブで、君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた。ああ、僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる。じゃんじゃん、それが恋の始まり。サングラスデイズ、君はいつだって眩しくてちゃんと見えなかったんだ。グローリアデイズ、僕は
チャチャンチャンチャ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 ンチャ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 ン上半身だけ起こして振り返り名字にくんづけて呼ばれた僕はどんな顔してればやらしい目で見て泣いて信じるああいつの間にかの君がいていつの間にかの僕がいる二人大人になったサングラスデイズ僕はかけないつもりだっただって似合わないだろう18なんてずっと先のことじゃないのか君にはどう見わかりにくい些細な変化グラデーション様チャ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 ちゃんと見えなかったんだ Gloria Days 僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけあっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさまじゃ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 ラン ラ, ラララランララ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 ラじゃん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 いいんじゃない？着きました。これでもういい感じに時間が終わるんじゃない？ね、サングラスデイズでパチ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 、はあ、すごいなんかあったかいんだけど。嘘、湯気がホットホット。夏ですね。夏が来ました。夏ですね。どう、踊りたい欲は満たされました？うん、ずっと踊りたかった。うん、もうすごかったっけね今日、ずっとムズムズして体が、うん、ご飯食べながらこうやってそう、ご飯食べながらこうやってこうやってこうあの肩とかあの胴体だけど踊った。うん、そうそうそう、イメージ、頭のイメージ。よかった、よかった踊り足りたならこれ今何時なんだろう。57分ぐらい。あ、じゃあもうちょうどヨッシングじゃないですか。ヨッシング何ヨッシングいいね、ヨッシングかちょうどヨッシング。あ、56分だった。あ、56分、まあまあヨッシングですね。じゃあよいしょ、57分、あと3分か。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも、お付き合いいただきましたありがとうございました。アカペラだったら私が普通に聴きながら歌えば他の曲もできたね、うん、てか一緒に踊ればよかったかもね。え、どうやアカペラで。アカペラでちょーんちょーめっちゃしんどいよちょーんちょ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 歌割り分けて。あー、確かにね。カラオケ配信したいっていう話はね、でもしてるんですよ結構。あ、そうだよ。でもそれね、うん、1ヶ月前ぐらいから言ってるよね。そうなんよ。でもね、もうねコロナがね。いや、そうなんよね。多分できるんじゃないかなって言ってて、うん、どうだろうね。本当はねワンちゃん明日明後日とかでもよかったけど、ちょっとね、でもどうだろうね、明後日は無理じゃないですか。そうですね。うん、私お疲れ様だって。ありがとうございました。男女読む？読もうかな。読むときちょっと気まずいよね。なんで？私がお祝いしてあげるよ一緒に。あ、
ゃあ私も読んでいい？いいよ。あ、先読んでいい？じゃあ。あ、じゃあ、うん。え、一人一人形式？うん。分かった、じゃあ見守っとくわ。ゆずきちさん、東京のすわんさん、としきさん、マカアラオンさん、マッツさん、福太郎さん、マンモスビアさん、坂道 FC さん、うわ変わった、三浦っちさん、ゆずきちさん、きなぺこさん、難波の久人さん、としきさん、東京のすわんさん、くまねパパさん、ビタミンさんかな、読んでなかったの。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私も読もうかね。言いますね。13位ポン、バンボシさん。12位森健銀河さん。11位ジェリーさん。お、断った。これ13位白熊さん。12位和則さん。11位バオバブさん。10位ジンちゃん。9位マッカさん。8位バンボシさん。7位ヨシヒロさん。6位アッチャさん。5位ゆるキャラアルコールさん。4位お嬢さん。2位クワチャさん、3位クワチャさん。2位クジラタイガさん。1位トートーさんでした。ありがとうございました。すごいタワーも来てる。またお礼させてください。ありがとう。虹のタワー、梅雨だね。虹タワー開けるね。まだおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。おやすみなさい。こんなもう興奮したら寝れんのじゃない、うん、かなと戻る。ありがとうございました。いいダンスでした。いい歌声でした。あ、本当どうだった？ちっちっちちっちっち良かったよ。本当分かりやすかった。感想歌ってくれるけど。久しぶりのお決まりでした。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。まっまっまっみむめまワロット。